そうですね、ご紹介に預かりました。僕がですね、過去、軍事総帥の下で働いていた。サーキットキャバレスの、ドラムスボーカルのアキラです。よろしくお願いします。もうどうした、そうこれからちょっとデバッグ話が続く方がちょっとすごい、でも後ろの方々はそのデバッカー皆様ですよね。ありがとうございます。なんとですね、僕はまだ PTW におりまして、明日はお休み調整になりましたのでね、仕事がありません。グニさんとはね、本当ね、あの一番お世話になったとさっき言ったんですけど、これもガチなんですよ。一番お世話になったっていうか、やっぱりなんかね、気の合う人って少なかったりするんですよね。特殊な職場なので、特殊なものを扱っているのでね、詳しくは言えないんですけど、割と本当に口止めされてるんでね、友達とかには どこで働いてるかを言わないでくださいって書類に書いてあるんですけど、そこで一番お世話になったのが一番気があって、でも面白かったんでね、はい、みんな真面目なんで、だから軍事さんだけちょっとぶっ飛んでたんで、それでちょっと仲良くならせてもらって、バンドをね、いつか一緒にイベントとか出たいっていうので、今回やっと実現しました。よろしくお願いします。もうその当時はね、僕サーキットカブレスやってなくて、ドラマーでもなかったんですよ。で、文治さんとこうバイバイしてからドラムを始めまして、このバンドのためにね、そのマージビートをやるっていうので、エレキギターとエレキベースを、仲間にここまでやってまいりました。最後までよろしくお願いします。何を言えばいいのね、何だろう、分かんないですけど、はい、なんかさ、もっといつも面白い話すんじゃん。うん、するね、いつももうどっかんどっかん面白い話するけどね。気遣わないで、気遣わないで、ね、いいじゃん。なんでかな、さっき食べたなんか豚の角煮がずっと挟まってるから、ね、なんだろう、豚の角煮がね、挟まそうに守秘義務とかね。ふざけんなよ。時給700円のくせにとか。もうそんなもらってないよ。そんなもらってないよ、失礼な。計算したらもっと低い可能性がある。そうなの、低いよね、もう低いですよ、本当に増えない。そして上がるって言われたのに1個も上がる、むしろ下がりましたからね、びっくりする。俺入った時下のランクが出てる。だってなんかいろいろ人をまとめたりする人。落ち着けよ。これ時給も上がらんわ。じゃあそんな時に作った曲で。そんな時に作った曲。昔の人がね。そんな時に作った曲です。
Forever! Forever!